いいよ。こっち、何やろ。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。女装研究家のタイガでーす。久々の、自宅での配信になります。ちょっとね、ふと気になったことがあって、僕今まで数々ね、その女装の服を着てきて、キャミソール、パッドついたキャミソールとかつけたりして、あの胸を作ってました。これ谷間作れんちゃうかなって最近思ってるんですよ。まあ今このままこの状態からその谷間を披露したところで、まあちょっと見栄え悪いんで、ちゃんとメイクして女装してから試してみようかなって思います。何の会やねん。迷わ。というわけで、ちゃずっとメイクを済まして、谷間が作れるのか、ちょっと見てみたいと思います。では始めていきましょう。メイクスタート。ピークはどこだ。ピークあった。アイシャドウ、ねえ、あ、ラメちゃん、ラメちゃんですね。ラメ。アイライナー。涙袋を作ろう。はいはい。うん。アイグロス。メイクなんかな、決まりとかないね、決まり。そんなもん、自由にやったらええ、自由に。これアイグロスって書いてんねんけど、これアイグロスが何に使うのかっていうの未だに分かってない。まあ最低限は調べんねんて、調べるけど、もうなんかね、これはこうなんでこうしてくださいねみたいなことをね言われると一気に冷めるんですよね。あのわざと違うことしたくなっちゃう。目の周り終わりましたね。うん。どうでしょう。うん。できたー。ビッグとあの女装の服を着て完成したいと思います。では、はい、無事に完成しました。はい、とりあえずメイクは完成しました。はい、本題はここからですね。谷間は作れるんじゃないかっていうことなんですけども、服を着替えてる最中にね、ちょこっとやってみたら、なんかできそうな気がしてなりません。ていうか服着ちゃってるやんっていうね。無理やな、脱がなあかんやん。どうしよう。まあ、ちょっと一旦脱ぎます。はい、これをちょっと待って、片方だけ一回ちょっとやってみましょうか。あいいや。え、めっちゃ胸あんねんけど。絶対あるな、踊って。うわ、いいや。はい、じゃあ行きます。
行きます。あ、なんか形が違う。こっちの方がちっちゃいんですよ、こっち。うん、こっち、なんやろ、こっち。心臓やからか。めっちゃ大きいんですけど。ほら。いや、作られへんわ。こっちがちっちゃいね。まあ、もし皆さんの中で、谷間が作れる知識とか豊富な方いらっしゃったら、ぜひコメント欄に、なんかアドバイスください。もっと谷間作れますよっていう知識がある方いらっしゃいましたら、ぜひ、コメントください。はい。今後、もっとね、これ自然の谷間を作れるように、頑張っていきます。頑張って太ります。まあ、もうこれ以上はもう太ることないと思うけど、まあ、そんな感じで、今日は終わりたいと思います。何の回やね、これ。いや、まあ、こういう回上がってもいいでしょ。ちょっと気になってたんでね、ずっと。はい。まあ、そんな感じで、またいろいろ配信してまいりますので、よかったらチャンネル登録、ツイッターのフォローなど、よろしくお願いします。では、そろそろ終わります。皆さん、バイバーイ。